スペッパガールズです。1時から歌います。サンデーライブ行います。皆さん、あいつら久々に歌が聴けるんですよ。そんなもんなんですか。サンデーライブで歌います。レッドペッパガールズです。サンデーライブで歌います。レッドペッパガールズです。明日ですか。来てくれるといいですけどね。まあ、興味がある人は来るんじゃないですか。明日サンデーライブで歌います。レッドペッパガールズです。明日サンデーライブで歌います。レッドペッパガールズです。明日サンデーライブで歌います。レッドペッパガールズです。サンデーライブです。サンデーライブです。いっぱいこうやっぱりビラに書いてあって、その写真を撮ってくれる方もいっぱい集まっていただいて、本当になんか秋葉の力すごいなって改めて感じました。はい、自転車でガーってなんかね、撮られた瞬間どうしようと思ったんですけどね。いやでも私は気持ちよかったけど。あれ出ましたね。はい、ミスナルスナルシストで、はい、やっぱこう、うちらのトレードマークがやっぱり帽子だから、その帽子がやっぱり逆にこうコスプレに見えたっていうのも聞いて結構嬉しかったですね。こう真似してくれる人がいればね、また2倍楽しいかもしれないし、やっぱこう今後とも秋葉原でいっぱいライブをして、うん、やっていきたいと思います。自信がつきました。頑張ります。またビラ配りはもう随時やるんで、はい、皆さん来てください。